皆さんこんにちは、個別指導塾教材塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマは国公立大学がついに全入時代突入なのかということで、中橋さんがえぐい真実について調査をしてきてくれました。はい、まあ私立大学が、まあ、倍率1倍だとか 1.0 倍の大学が推薦とかであるっていうのは、まあ、実際言ってるじゃないですか、よく。ですし、今私立大学の 60% 弱が何かしらの定員割れ状態を抱えています。もう動画で何度でも言います。はい、しかも結構有名大学でもそれに近いような大学があるっていう状態あります。はい、で実際ただじゃあ国公立大学は大丈夫なのっていうことの調査を、ね、まあ、僕までしてきたっていう感じなんですね。結構油断してんじゃないみんな。そうそうそう、いやいや国公立大丈夫っしょみたいな。そう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 、うん、まあ、もちろん、まあ、これちょっと率直に言ってしまうと国立はまだ大丈夫と思います。いやですね、うんうん、ですね。ただね、公立大学は結構まずい大学増えてきてますよっていうところ。まずいっていうか、まあ、ぶっちゃけ受験生にとってはチャンスが広がってる大学が多くなってきてとも言えるしね、うんうん、っていうところもあるので、まあ、そういうところも含めて、まあ、今日あくまでちょっともう国公立大学だけで見てもめちゃくちゃ数あるんで、はい、まあ、一つの大学をちょっと例として、まあ、こういう枠があってこういうものでっていうのをちょっとお話しさせていただこうと思います。はい、で今日例として挙げさせていただくのは、まあ、旭川市立大学、はいはいはい、旭川市立大学についてちょっと扱わせていただくんですが、うん、まあ、これはぶっちゃけて言うと、まあ、僕は50音順で相当かけて上から見てた時にここ話せるなと思った一番上の大学です。はい、だから別にであで出てきちゃうぐらいそういうもの、でもね多分ちょうどいいよ。旭川市立大学さんは言っても割れてないんですよ。そうです、言っても割れてないです。ですし他の大学見ていくとちょっとこれんこれ実際割れてるよねみたいなところもあるんで、そうそうそう、今回紹介するにはちょうどいいぐらい、ちょうどいいぐらいかな。あんまりちょっと本当に皆さんも調べれば分かるんで調べてほしいんだけど、うんうん、完全に割れちゃってるとか割れてるのを隠してないみたいな大学だとちょっとえぐすぎるんでね。そうです、はい、そうです、はい、その辺含めると、まあ、本当にちょうどいい大学を、うん、かなというふうには思います、ね、多分こういう大学が今後増えてきそうなね。そうですね、うん、はい。でじゃあですね、早速ちょっと倍率を見ていこうと思うんですが、こちらとなっておりますということで、はい、まあ、ちょっといきなり経済学部っていうのが書かれてよくわかんねえぞって感じだと思うんですが、うん、これ2つとも推薦で上下ですね、はい、で上が学校推薦で下が総合型選抜になってますよというところで、はい、まあ、この2023、2024で見ると、まあ、Y 座 1.0 倍、1.1 倍、1.1 倍、1.2 倍ということになってますから、はい、まあ、まあ基本ほぼ1倍になってるということなんですね。で特にこう2024年の、まあ、経済学部学校推薦を見ると、まあ、そもそも志望願者数が、まあ、応募人数を割ってるような状態ですよ。そうですね、いうことにはなってますよという状態なんですね、はい。でまあ、ただ推薦トータルで見ると、まあ、1人オーバーっていう状態なので完全に割ってる状態ではなくて、まあ、あくまで一応選択できる状態ではあるよというところなのかな。一応ね、一応、はい、はい、っていう状態なのかなっていうふうには思いますよというところなんですね。で一応まあ総合型と学校推薦、じゃあどういう人が出願できてるかっていうのは、まあ、見ていきましょうというところなんですが、まず総合型の方からちょっと出願資格見ていきたいんですが、このようになってますということで、両方とも洗顔ではあるものの、まあローカル型、グローバル型、スポーツ型っていうような形で分けられているような形になるんですが、うん、まあ、スポーツ型はまあ読んで字のごとくなので、まあ、スポーツ何かしらやっていらっしゃるよと。で特に硬式野球とバレーボールやってらっしゃる方っていう感じで決まってると、はい。まあ、こっち正直関係ある人ほとんどいないと思うので、まあ、ローカル型、グローバル型の方を見ていただければと思うんですけれども、はい、基本的に洗顔であるということ以外は条件はないです。そうですね、うん、はい、よくある系のパターンだと思います。そうですね、じゃあ選考方法実際何なのかっていうとこちらなんですね、はいはい。選考方法はですね、書類選考と集団討論と小論文と面接だけです、はいはい。共通テストと必要ありません、はい、いう形なんですね。そうなんですよ、皆さん、はい、国公立推薦イコール共定結構取らなきゃみたいな思ってる人いると思うんですけど、うん、いらなかったりするんですね。そう、ちなみに、いい、挟んで、あ、どうぞどうぞ、挟ませていただきますと、私の、はい、すいません、はい、これですね、はい、宣伝、もうここで言うしかないし、宣伝はね、はい、ここにも書いてあります、ゼロから知りたい総合型選抜、学校推薦型選抜、はい、増刷しました、ありがとうございます、はい、宣伝しつつ、筑波とかも協定なしの推薦あります、はい、今、詳しくはですね、この本見てください。はいはい、で実際、こちらに関しては、はっきり言うと、学力試験そのものはないというのが、正直なところかなと。思います、はいはい。ですから、まあ、実際のところを、まあ、不合格者数とかを見てみても、うん、まあ、正直9割の人が受かるような、まあ、9割近い人が受かるような入試になっているというのは現実としてあるのかなと思っていて、まあ、8、9割が受かるという状態ですから、はい、まあ、やっぱり基本的にはどちらかというと、まあ、はっきり言ってしまうちゃんと面接とか小論文とかちゃんと書ける人であれば正直受かってるんじゃないかなというのが一応僕の印象です。そうですね、いや、ちゃんとっていうレベル感で言うと
ちゃんとかけてなくても受かってる可能性が高い、うん、はい、まあ、コミュニケーションがちゃんとコミュニケーション取れればちゃんとっていうかコミュニケーションが取れれば、まあ、言ってしまうよ、うん、普通の高校生です。そう、普通の高校生なら、はい、まあ、受かるっていう状態かなっていうふうには思います、はいはい、ですから、まあ、正直ハードルとしては、まあ、まあ、かなり低いっていうのは素直なところではあるのかなと思うんですね、うんうんうん。で次に、まあ、学校推薦型、についても見ていこうと思うんですが、まずですね、出願資格がこちらになっておりますという形で、まずね、これ地域型と全国型っていうのに分かれています、うん、はい、でただ、まあ、条件として大きく違うかっていうと、まあ、そうではなくて、まあ、募集枠の人数上これ半々になってますよっていうことなんです。で一応ねこれ詳細今日載せてないんですが合格率違うかっていうと違わないです。そうね、うん、私求められる評定平均も同じですね、うん、そうだから、まあ、実質的にそんなに違いはないよっていうふうに僕は思っていただいていいんじゃないかなっていうふうには思っています、うん、はい、はい、で、なので、まあ、そんなにハードルとしては高くないですよと、はい、で実際選考内容を見ていきますと選考内容はこちらとなっておりますという形で、うん、まあ、こっちはですね選考内容はさらに緩くなっているような形ではあって、まあ、先ほど総合型だと一応そのディスカッション形式みたいなものっていうのがあったんですけれどもそういうのはなくても個人面接と小論文だけっていう形に、まあ、なってますよと。そうですね、うん、まあ、基本的には学校の後ろ盾があるという前提になるのと評定平均という条件がつくので、うん、まあ、さらにもともと別にハードではないんだけどより一層ハードではなくなっているっていう感覚ですね。そうですね、はい、まあ、実際こちらは倍率が昨年は 1.0 倍になっているとかっていうこともありますから、まあ、よりそのコミュニケーション能力とかで、まあ、担保されているので求められるハードルも下がっているっていうところはあるのかなっていうふうには思いますよね、はい、でこちらもまあ当然のごとく共通テスト必要ありませんよっていう形になってます、はいはい、まあ、なのではっきり言ってしまえば、まあ、本当にいわゆるイメージされるような普通にコミュニケーションを取れる高校生であればまあ、評定があれば受かるし、まあ、評定がなかったとしても正直受かるしっていうところになっているっていうのが、まあ、今の現状ではあるのかなと思うんですね。です。はい。で、まあ、実際これもう本当にもう本当に正直で2分で見つかるんですよこういう大学が。まあ2分、うん、まあまあ47秒ぐらい。47秒ぐらい。ググれば。そうそう、なんならポチポチ打つじゃないですか。うん、まあで検索画面とか開くまでの時間なんだな待ってる時間の方が長いぐらい下手すると。うん、まあ、何で検索とかによるだろうそれは。そうそうそう、まあ、僕はパスナビで検索してたんですけど、はい、それでもう本当にすぐ、出てきてしまうような状態ではあるというところなんですよ。はい、なのでまあ実際もうこういうフリーパスみたいな地方公立大学は。もうどん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 生まれてきてるっていうふうに思っていただいて、うん、僕はいいと思っています、はいはい、で実際その2024年度入試では、まあ、すでに公立大学の推薦比率っていうのは全定員の 31.5% だったそうです。そうですね、これ意外に多いんですわ。そう、もう意外と多いんですよね、うん、で、まあ、これってやっぱ私立大学でちょっと前に発生してたことだと思っていて、そうです、うん、はい、でまあ、もうもっともっと高いわけじゃないですか私立大学に関しては。もうなんなら 50% 普通に優に超えてっていう状態なわけじゃないですか私立大でいうと。最新データでいうとむしろ一般選抜で入っている人がなんと 39% 未満です。そう、はい、っていうような状態ですから、やっぱり一部の上位大学を除いては、まあ、こういった流れっていうのは避けられないし、まあ、おそらく公立大学はその流れっていうのはより強く出てくるんじゃないかなっていうふうには思ってます、うん、なるほど、はい、まあ、これもやっぱ少子化もどん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 もう進んでることが分かっている。まあこれ何だろう、少子化進んでるっていうよりはもう18歳人口が減っていくっていうのは明らかに分かっていることなわけじゃないですか、うん、ってなるとその国公立大学ですらその受験免許を要せずに、まあ、このように要さずにこのように入学できる時代っていうのはもう本当にものすごくすぐそこにあるのかなっていうふうに思います。はい、はい、で結局のところそうしていくと、まあ、国公立大学ですらこういうふうにいける、まあおそらく国立大学でもおそらく近いうちにこういう大学出てくるでしょうと、まあ、ゆくゆくはね、うん、うん、そうなってくると結局もう本当に超一部の超上位の大学9点でとかそれに近しいような大学のレベルを目指していくのか、うん、もしくはもうしっかり専攻とかを決めてそこの道をちゃんと進んでいく努力をしていく、それこそ大学院とかでさらに、うん、まあ、もっと上の大学を目指したりだとかそういうのを目指していくっていう、もうその方向性に大学進学自体が分かれていってしまうんじゃないかなっていう気はしています、はい、特に、まあ、国公立目指すような理系とかそういう人とかですねに関してはもう特にそういう傾向は強くなってしまうんじゃないかなと思います、うん、はい、でただまあ一方でじゃあ超上位目指すのってコスパ悪いよねっていうとそうでもない部分もあったりして、はい、結局のところその部分だけしか差別化できなくなってくるのですごいそのコスパどころじゃなくて単純にそこの価値がものすごく上がってくる可能性っていうのはまず一つあるのかなっていうこと、うん、とあとは結局そこに行かないと切り開かれないキャリアみたいな感じで
区分けがされてくる、どん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 広がってくる可能性っていうのは正直あるのかなっていうふうには思うんですよね。そうね、だから昔は大卒が勝ちだったから、うん、そうそうそう、大学行ける人がいなかったからね。そうそうそう、けどこれからはもしかしたらその一部の超難関大学が勝ちになるかもしれないですよね、まあ、僕らの妄想だけどね。そう、はい、まあ、そういったところまで含めると、まあ、別にどっちが悪いって話じゃないんですけど、うん、ただこういう時代がもう間もなくすぐそこに迫ってるよっていうことは、うんうんうん、多分特に親御さんには把握をしておいていただく必要っていうのはあるのかなと思いますよね。ですね、まあ、あとはまあもう一個別の観点で一言言っておくなら、まあ、公立大学の二極化でしょうね、うんうん、だって明らかに例えば、まあ、東京都立大とか、うんうん、まあ、なんだとか大阪公立大は、うん、まあ、ガンガン伸びてるまでは言わないけれども少なくとも今のポジションを維持しているじゃないですか。いや、なんならもうむしろ国立大学で調子いいぐらいですからね。でしょう。そうだから一方で公立大学もあるってことで、結局その公立なんでその都道府県だったりとかそのエリアですよね、そこのパワーとかあと人口とかそういったものが結構反映されることになるので、うん、そうなるとよりね、やっぱ公立大ってほら地元の子が行くための大学じゃないですか、もともとのコンセプトは、うん、だそれがだんだんちょっと変わってきてて、若干その、まあ、良くも悪くも国立化してきてる、場合によっては私立化してきてるっていうのはあるのかなっていうふうには思いますね、うん、はい。まあ、なので公立の学校が別に悪いというわけではなく、どのところに行くかっていうのはよくよく考えて検討いただければと思うんですよね。結構あの保護者の方なんかだと、いや、まあ、国公立行ってくれれば何でもいいよみたいな、学費もね、そうそうそう、ちょっと安いしみたいな、うんうん、それも別に悪い考えじゃないんだけど、こういう実態見ていただくと、いや何でもではないかもねっていうのはあるかもしれないので、よく注意して取り組んでみてください、はい。はい、個別指導塾キャスト体制ではこういった志望校の相談にも指導のプラスアルファの面談としてね、サポートをさせていただいております。もし当塾で指導を受けたい、こういったサポートを受けたいという方は当塾までお問い合わせください。概要欄もしくはコメント欄のリンクからですね、当塾のホームページをご覧いただきます。さらにね、キャスト体制メディカルという、まあ、特別コースもございますので、まあ、医学部専門でね勉強したいという方はぜひそちらもご覧ください。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。